はい、えー、ホワイトベース館内放送でございます。はい、皆さんこんばんは。えー、今日はですね、あのー、ちに流れているですね、チェーン注意不要問題ということをですね、取り上げてみようと思うんですけども、誰だろうね、こんなことを言い出したのね。 まああの冬場がね近づいてきて、ですねだんだんバイク関係の話題に元気がなくなってくるので、最近寂しいなとは思うんですけども、チェーン注油不要問題っていうのは、実はここ1、2年ぐらいでね、ちらほら見かける話なんですけど、要は、チェーンにねえーまあ油をこうまあ注油するじゃないですか、あれはね、本当はいらんと。 あの、今、そのチェーンがこう動いている、実の稼働部位には、グリスが封入されているから、ね。あのー、で、しかもチェーンってさ、あのー、ローラーがついてるんですよね。あの、スプロケットと接触するところにローラーがついてるんですよ。で、ローラーが当たって稼働してるということは摩擦してないんですね。チェーンそのものの構造と、えー、スプロケット。 は摩擦をしていないなわけですよ要は噛み合っているだけ噛み合って離れて動力を伝達しているだけだからあのでしかもねチェーン側にはローラーがついている、ね、だから噛み合い時に発生するであろう抵抗についてはローラーが転がることによって、えー、全て摩擦は限りなく無視できる状態になっているから給油はいらないよと、ね、あの全くいらないよ というです、ね、あの説があの、まあ、流れております。はい、で、まあ、懸命な視聴者様の皆様におかれましてはですね、えー、まあ、なことはねえだろうというふうに思う方が、まあ、ほとんどですし、えー <laughs> まあ、そ,うそういう反面、うん、昨今のねあの、チェーンを洗ったりとかあ注油したりする話の中にはですね、えーまあ、昔のノンシールチェーン、 というものがあるんですけども、ノンシールチェーンに対して行われていたメンテナンス方法が混同されている嫌いがあるんだというふうにですね。まあ、いくつかね、えー、皆さんわかると思うんです。はい。で、まあ結論から言うとですね、えーまあ、注意はある程度はした方がよろしいかと思います。これである程度はって言い方をさせてください。はい。なんでかというとですね、うち中古車屋じゃないですか。 ね、だからある程度使った状態のものが、あのー、買い取りで入ってくるわけですよ。中には、もうチェーン中油、やりすぎな固体車体っていうのがですね、結構ありますね。えーまあ、特にその、まあ、あの軽肺器量になってくるとなるほどそうなんですけども、もうチェーンそのものが油でビタビタで、 で、チェーンカバーとか、あの、フロントのドライブスプロケットの中、あの、カバーの内側が、砂とチェーンが混じったものがゴリッゴリにもう1センチぐらいの厚さでこう、もうこびりついてるとか、あれ落とすの大変なのね。で、えっ、ー、と、そのスプロケットの周りスイングアームとかも、あの、油でビタビタになっちゃってて、もうとにかくチェーン、チェーン油吹きすぎ。 によるですね、汚損というものが、えー、かなり深刻なことになっちゃってるっていうものがですね、結構あります。はい。あります。で、それはね、もう正直ね、あの油差しすぎですね。はい。でも、あの、まあ、世の中ね、いろんな人がいるとは思うんですけども、あの、まあ、私もですね、バイク関係、いろいろこう、一般的なあーソーシャルで行われているですね、えー、まあ、画像みたいなのを見ると、 まあ明らかに、あの、注意はしすぎです。はい。やりすぎです。あの、まあ、ドライブチェーンに適切な注意は必要なんですけど、頻繁な注意が必要なのはノンシールチェーンだけなんですね。ノンシールチェーンは、まあ500キロぐらい、 走ったら、あの、注意をしないといけないっていうですね。そういうのが、まあ、メンテナンスノートにも書いてはあるんですけど、今、ノンシールチェーン使ってるバイクってほとんどないです。はい。まブ、あ、株、ブはね、まだ一部、あれかなあの、標準でノンシールチェーンだった気がしますかあの、一部っていうか、あの、まあ、今全部そうかなあの、なんですけど、あの、だから、早めにね、それはシールチェーンに変えちゃった方がいいと思う。 ね。じゃあ、シールチェーンのメンテナンスサイクル、注油頻度っていうのはどのくらいかっていうと、まあ、5000キロとか、あの、1万キロとか、あの、そこまでいっちゃいます。はい。で、あのー、ね、一説にあるですね、えー、灯油で洗うといいみたいなのあるじゃないですか。あれ真っ赤な嘘ですからね。ノンシールチェーンは灯油で洗ったかもしれないんですけど、灯油で洗った後は、もう完全にその灯油がなくなるまで、あの、 脱脂しなくちゃいけないんですよ。そうじゃないと、灯油が残ってると、全部こう回転によって飛び散って、あの、車体が油の混じった灯油まみれになります。ね、これやったことあります、僕。はい。あのー、なので、非常にこう注意が必要です。じゃあ、シールチェーンを灯油で洗うとどうなるかっていうとですね、シールチェーンっていうのは、可動部分にグリスが封入してあるものなんですね。そのグリスがはみ出ないように、シール、要はパッキンがついているっていうものなんですけど、その内側に、 灯油が入り込んじゃうんですよ。灯油っていうのは非常にこう粘度が低い、低くですね、えー、洗浄性が高い液体なので、入り込んじゃうんですね。で、そうすると、その封入されているグリスがもちろん灯油で薄まってですね、で、えー、それが、あの、組み付けの、組み付けて回転させたときに遠心力で全部ピルピル出てきちゃうんですよ。もうこうなったらもう大変です。そのシールもう使えません。はい。 だって、シールチェーンのシールを一個一個外してね、中のグ,グリスを入れ直すわけにはいきませんし、灯油を抜くわけにもいかないから、非常にこう大変な状態になってしまいますので、シールチェーンに灯油を扱うっていうのは、まあ、やってはいけないです。はい、で、灯、えーまあ、油,油で洗うっていうのはね、灯油に漬け込むような感じで洗うのがね、昔行われてたんですよ。それのことね。はい で、えーまああの、チェーンを洗うためのスプレーっていうのがありますよね。チェーンクリーナーみたいなのありますよね。あれは揮発性の液体です。なので、かかってこう、ね、汚れを洗い流すことはできるんですけど、その後すぐに揮発してなくなります。はい。 で、灯油ってそんな揮発性タグないので、結構ずっと残っちゃうんですね。はい。それがまあ一番問題である,あるということです。はい。じゃあ、あの、全くその、注油がいらなくないにしても、どのぐらい注油すればいいのか。まあ、僕、いつもの僕の動画でもやってるんですけども、あの、ちょっと吹きゃいいんですよ。ちょっと。で、ちょっと吹きゃいいの、あの、潤滑されるのが必要な部分っていうのが、 シールチェーンのシールの周りですね。で、チェーンオイル、チェーンに使う潤滑油っていうのは、あのー、そのシールの攻撃性がないものが使用されてますので、シール周りに吹いても大丈夫です。さっきあの、ドライブチェーンとスプロケットの間には摩擦が生じないと言ったんですけども、チェーンの中の プレーートとシールですねここには摩擦が生じます、はいで。ここを潤滑してやることで、えー、シールドです、ねえーまああの封入性というかです、ね、密閉性、それからチェーン,ェーンのシールそのものの、えー、持ちですね、えー、それを持たせることができるということがありますので、ちょっとでいいんです、本当、あんなずーっと書いてるんですね、本当ちょっと、本当ち,ち,ちょこっとずつやればいいだけなんですよ。ね、やりすぎなんです。 で、やった後に必ずペーパーかなんかでこう、手でね、こう巻いて、こう拭いてやるぐらいやってください。はい。あのー、まあ、そう。 クリーナースプレーとかでやればね、油は全部完全に脱脂できるんですけど、紙で拭いたぐらいでは脱脂できませんので、余計な油がそれで全部取れてくれますから、あの、そのぐらいやってください。で、ローラーのところにね、一生懸命こう回しながらダーって、要はそのローラーというのはスプロケットの当たり面のところ一生懸命こうね、たくさん拭いてる人いるんですけども、あれやっても意味ないですから、はい、あれはやんなくていいです。はい。で、えー、もう一つ重要なね、注油の役割というのは防制です。 はい、防制、要は錆を防ぐということですね。で、メッキチェーンは錆びないから、あメンテフリーだというです、ねえー、説もあったんですけど、メンテフリーは、ね、注油しなくていいという説もあったんですけど、まあ、あの正直ね、あの新品でついてるチェーンって、油ついてますんで、そのままね、あのメンテナンスしなかったとしても、あの結構、持ちます。 はい。多分普通に環境が悪くなければ2万キロとか普通に持つと思うんですけど、全然2万キロ取っても平気だと思うんだけど、あの、<laughs> ま、掃除したい人とかいっぱいいると思いますんでね。あえて言いますけど、メッキチェーン。 要は、錆びないようにメッキしてあるんですけども、シールは付いてますので、シールとプレートの間の潤滑保護っていうのは必要になりますから、あの、メッキチェーンをね、きれいにこう、脱脂する勢いで、こう、あの、掃除した後は、あの、やっぱりそれも注意は必要となってきます。はい。 じゃあ僕がね、いつも使ってるメッキじゃないチェーンね。えー、これはどういうことかというとですね、あの、バイクの車体の中で非常にこう力がかかる部分っていうのは、あの、鋼でできてる、鋼っていうかその、錆びる金属でできてるんですね錆。錆びる鉄でできてるんです。錆びにくい鉄っていうのはステンレスなんですけど、ステンレスっていうのはですね、非常にこう強度を高く、強度の高いステンレスっていうのは非常にこう高いんですね。 高価なんですです強度が高いステンレスじゃない鉄っていうのは鉄、まあ鋼ですね、えー、は単価が安いんですね。だからそういった素材を使って作られていることがほとんどです。で、要はそういったものは錆びます。はい。 錆びます。で、まあステンレスも錆びないわけじゃないです。錆びにくいだけで錆びるんですけども、まあ、錆びやすい鉄になってくるわけですね。で、そうしたものを錆びにくくするには、油をふあの塗っとくのがまあ一番だっていう皆さんよくわかると思うんですけども、当然そのために塗るのがチェーンオイルということになってきます。はい。 雨降ったら錆びちゃったとかね。あの、大丈夫かなこれ錆びても平気かなとか思われる、あの、いうですね、えー、方相談を受けることが多いんですけど。大丈夫ですいいんですはい。大丈夫です。表面がちょこっと錆びがで、ね、茶色く浮いたぐらいで強度落ちませんし、切れないから。なんならチェーンが錆びて切れるまで使うっていうのをね、やってみてもらいたいんですけども、相当無理な話だよ。俺ね、今まで一回だけある。一回だけあります。チェーン切れたこと。はい。 でそれはどう,いうどういったチェーンかっていうと、もうサビサビボロボロこれ絶対海辺に止めといたなっていう状態の、もうサビチェーン、もうチェーンというよりもね、なんかね、こうなんかあの、お菓子の小枝ってあるじゃん、あれがつながってるみたいな感じになってるんですよ。で、あのもうボロボロガチガチで、なんとか回ってる状態のものを、あの無理やり油でこう、ふやかしてねあの、走らせてみたら、バーンって切れました。 はい。DT50 だったかな。あのー、50cc のね、あの、多分420チェーンだと思うんですけども。そんなチェーンを無理さして、ようやくなんとか切れるかなっていう程度の話です。だから皆さんがね、えー、乗ってらっしゃる中型以上のバイクっていうのは、あの、多分520チェーンとか太いチェーンが使われてますので、あの、しかもそれ表面程度ちょっと錆びたぐらいで切れるってことはないです。はい。全くない。絶対にないです。はい。 ので安心してくださいただ見た目の問題っていうところがあの最も多い部分じゃないのかなというふうに思います。じゃあチェーンはどうなったら、ね、交換時期なのかっていうとチェーンっていうのはね伸びる伸びるっていうじゃないですかあれ金属が伸びてるわけじゃないんですよあのチェーンっていうのはあのこうシャフトと、ね、シャフトに対してプレートがついている、ね、そのシャフトに対して隣のプレートがこう噛み合っている それが連続しているものなんですよ。だからシャフトを介してプレートがこういうふうに動いているんですね。で、そのシャフトがはまってる穴がもちろんあります。そこがだん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 減ってくるんです。で、減ってきてガタができてきて、全体的に長さが伸びてしまうというふうになります。だから、摩耗したチェーンってのはどうなってるかっていうと、外して持ったときにですね、ブランブランになるんですね。ビヨンビヨンです。 ビヨンビヨンです。もう、ほんと鎖みたいにシュワンシュワン。こん、こんな感じです。こんな感じになります。これすごい僕ね、皆さんね、あの、お、おかしいなと思うかもしれないですけども、あの、これすごくね、こう、言えてるんですよ。じゃあ、大丈夫なチェーンってのはどうなるかっていうと、ブラブラしないんですよ。ソリッドなんです。振ると、振ってもここんな感じ。これね、すごく言えてる。こんな感じです。本当に。あの、要は、 ピンのね、ところをこう、プレートをこう曲げていく、チェーンをこう曲げていくと曲げた形で保持できちゃう。このチェーンはまともです。曲げても、プルって伸びちゃって、ブランブランにまっすぐになっちゃうっていう、これはダメ、ダメですね。ダメ、ダメチェーンです。はい。ね。で、これがまあどういうことかというと、ピンの周りの穴が摩耗している状態ですね。要は穴が摩耗しちゃってるから、 ク,ラクリアランスが大きくなってるわけですねだからきちんとはめ合いが取れていたものがゆるゆるになってしまうからチェーンを、ね、縦に持った時にブランブランになっちゃうっていうことです。 普通ここまでチェーン使うことっていうのはあんまりないんですけど、あの、ほとんどの人がね、えー、金属が伸びてるというふうに勘違いして、チェーンが減るっていうのが、スプロケットの、との、スプロケットってあのギアね、あの前後についてる変速ギアみたいなやつついちゃうんですか。あのギアとの当たり面が減ってると思っちゃってる。それは違います。はい。減るとしたら、こちらのスプロケットの側が減ってるはずです。はい。こっちが減る。 ね。ラップ音がした。<laughs> はい、で、あのー、じゃあ、そのスプロケット側のね、へりがああの収まるはずだから、あの、いっぱい注油した方がいい、やっぱり注意した方がいいんじゃないのっていうふうになご意見あると思うんですけども、それは確かにあります。はい。それは確かにあるんですけれども、あのー、さっきも言ったようにですね、スプロケットの当たり面と、 チェーンのローラー部分っていうのは摩擦してないので、あのたくさん注油してもあまり意味はないです。はいあの。ここは、ここの当たり面の部分については全く注油しなくてもいいというふうな考えの人は一定数いますね。はいまあ、僕はやっぱり機械の噛み合いの部分なんで、ある程度油はあったほうがいいとは思ってます。はい なんですけど、まああのー、油はそこのチェーンとスプロケットの間に吹いて、効果があるときってどういうことかっていうと、ですねもうスプロケットの方が減っちゃって、このうまくねチェーンとこう噛み合いがこう離れられなくなってくるんですよ。だんだんこのスプロケットの櫛の間っていうのは深くなってきます。ね、深くなってくるっていうと、どうなるかっていうと、ね、チェーンがうまくこう離れるときに、食っちゃうんですね、ちょっと。ね で、バキ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 っていうようになります。で、これをチェーン油を拭いたら少し音がしなくなったっていうのは、ただ、ごまかしてるに過ぎないので、あの、引っかかってはいるんだけど、音がね、少なくなったっていうだけであって、依然として引っかかってはいるので、もうそういう音が聞こえてきちゃった時点でね、中でなんとかしようとせずに、もう、あの、交換っていう感じですね。まあ、大体その、チェーンの交換タイミングっていうのがどのぐらいかっていうと、2万キロから4万キロ。はい。 これ大きく差が出ます。はい。あの、走らせ方、乗り方にもよるんですけど、あとはスプロケットそのものの寿命っていうのもあります。ジュラルミンなのか、あの、スチール、鉄でできてるね、えー、スプロケットなのかによって寿命も変わってくるんですけど、まあ、ジュラルミンとかアルミのスプロケットに関しては、まあ、だい大体寿命が1万キロから2万キロって言われてます。で、えー、スチールで、ね、鉄関係でできてる、あのー、スプロケットは、その倍の寿命があると言われております。 はい、でチェーンとスプロケットは同じタイミングに交換するのが良いというふうに言われてるんですけども、まあ、大体そのスプロケット とよりもチェーンの方があの先にですね、えーまあ、乗ってたり乗らなかったり、で、さび,びてしまったのがずっと放置されてたり、あのそのまま動かしたがゆえにシールが傷んでぴょんぴょん出てしまったりとか、シールはゴムでできているので、経年変化します。金属は経年変化しません。なので、金属そのものは錆びていない、まもしていないけれども、あのシールが硬くなってしまって、はみ出してしまって、えー、チ,ェーンがこうチェーンだけが交換時期ーンだけが交換時期 なってチェーンだけ交換すするっていう場合もあります、はい、なのでチェーンとスプロケットは同じ時期に必ず交換しなければいけないっていうわけでもございませんのでそこもね、えー、通り一辺倒に考えない方がいいかなと思います。とにかくね あの、垂れるほど油つけないっていうことと、多少砂がついてても関係ないです。はい。それで一気に摩耗が進行するっていうことはありません。はい。なので、そこまで神経質になることはないですし、あの、例えば自分がね、チェーン戦争して、その後に、えーまあ、あの油を吹いた後、ね、はし,しばらく走ったらもう、ね、タイヤの側面とか、あの、ソロケットの周りとか、油が飛んでる跡があったら、それはつけすぎっていうことです。はい。 あの、余談なんですけど、昔ね、あの、バイクから煙が出てきたぞ。ね、走ってたらものすごい煙が出てきた。これは壊れてるんじゃないかっていうことで、高速道路の上からですね、電話がかかってきて、うちにレッカーされてきたバイクがございます。はい。見てみたら、その方ですね、チェーン油を拭きすぎて、走ってる間にそれがですね、あの、スプロケットの内側のカバーに、カバーの内側に溜まって、それが垂れて、マフラーの上にたどんどん垂れてで、そのマフラーに垂れた油が焦げて、 ものすごい匂いの煙になって上がってきてたっていう、ですねそういうお家でございました、はいえー。そうしたことも起きちゃったりとか、あとはタイヤの側面に飛んだチェーン油がですね、えー、非常にこう溜まっていって、左側バンクさせたときにそのチェーン油で滑って転んじゃったとかね、あのそういったことも結構ございますので、えー、チェーンオイルの差しすぎには注意してください。ほんとごく微量でで大丈夫です ほんと微量で大丈夫。もう、もうなんなら、あの、チェーンルーブを浸したペーパーで全体をさーっと拭く程度でも全然大丈夫だと思います。はい。ね。あのー、ぜひですね、えー、皆さん自分自身のチェーンのメンテナンスですね、えー、に関して、えー、ご情報を信じてみてください。で、これどっちかなわかんないなと思ったらですね、えー、チェーンのメーカーに電話して聞いてみてください。 あの、チェーンのメーカーは EK とかね、DID とかね、えー、そういうところです。はい。もしくはその車体、ね、例えば川崎なら川崎、鈴木なら鈴木、ホンダならホンダのですね、お客様相談センター、もちろんヤマハにもあると思うんですけど、そこにですね、電話をして聞いてみる。自分の車種こうです、これ乗ってますと、これのチェーンのメンテナンスについて分からないので教えてくださいということで聞いてみるのがよろしかろうと、えー、思います。はい。 まあ、メーカーによってはね、そういうことはディーラー買った店に聞いてくれて突っぱねるところもあるかもしれないんですけども、えー、今んところで僕はそういうふうに言われたことはないかな。うん。はい。で、ちなみにあの、なんでこんな言い方ね、申し訳ないんですけど、あの、バイクに詳しいお友達とかね、あとはあの、バイクに詳しそうな洋品店の店員さんとか、あの、バイクに詳しそうなディーラーの若いお兄ちゃんとか、でも、 あの、時々間違ったことを言う方はいらっしゃいます。はい。それはしょうがないです。あの、いろんな情報がね、今溢れてますんで、えー、間違った知識。 を信じちゃってる。もしくは自分がそれでいいと思ってて信じちゃってるっていうパターンはあー非常にこう多いので,、えーまあ、で、できれば何を信じたらいいかっていう部分でできればあの、まあ、サービスマニュアルは普通の人が読むっていうことはできないと思うんですけども、サービスマニュアルを根拠に答えてくれるところに聞いてみるっていうのは、まあ、一番いいんじゃないかなと思います。はい、えー。この放送を聞いてる人は僕を信じてくれれば OK だからね。はい。 えー、というわけで、えー、皆さんあの、ご視聴どうもありがとうございました。失礼します。